今回はですね、またお買い得な中古のね、クローンブックを見つけましたので、紹介をしたいと思います。今日はですね、こちらの X のツイート、ポストなんですけども、えー、良品中古、レロボの11.6型 300E クローンブック GEN3 ですね。タフな作りのクローンブック、雑に使っても壊れにくそうということで、しかも結構綺麗ですということですね。こちらが、はい、1万円ということです。 これはですね、中古の、えー、パソコン等を販売しているジェノっていうね、えー、これはインターネットのサイトですかね。実店舗もあるのかな秋葉原とかにもしかしたらあるのかもしれませんが、まあ、中古 PC ショップですね。こちらで販売をしているということです。でこちらが実際このジェノの、えー、サイトですね。こちらで1万円で販売をしています。で、これがね、えー、300ジェンスリーなんですが、まあ、これ実機なのでまた後で 端末の方は少し見ていきたいと思いますけども、まあ、11.6インチの、ま、文章も出るということです。で、まあ、これがですね、ちょっとポイントなのは、LT e なんですよね。こう LT って書いてあるじゃないですか。で、こっちも Wi-Fi のマークになってるけど、まあ、一応 LT って書いてあるんで、おそらくこれは、まあ、同じものかわかりませんが、ソフトバンクで一時期売っていた SIM カードの入る Chromebook ではないかなと思います。まあ、ここに LT って書いてあるから、 いいと思うんですけどね。で、一応ここに型番みたいな入ってるんですけど、これで検索してもなんかちゃんと出てこないので、わからないです。で、私のこれはソフトバンクのモデルですね。sim カード入るやつです。まあ、それが1万円ということです。ただ、これ中古っていうことなんで、もちろん新品ではございません。ただ、これすごいのがね。で、さらにこれ100台あるらしいです。まあ、ただ、この動画を撮影してる段階で、まだありますけども、在庫ありになってますけど、まあ、あの動画が公開されるのはどうしても次の日になっちゃうので、 えー、そうするともしかしたらないかもしれないので、えー、動画で紹介してもない可能性はあります。で、これすごいのが、もう一個すごいのがね、その LT 対応っていうところと、これね、6ヶ月の保証がついてるんですよ。中古品なんですけど、まあ、ジェノの6ヶ月の保証がついているということで、ここも結構、まあ、安心かなと思います。まあ、やっぱりね、ヤフオクとかで探せば、まあ、割とですね、この出るもの 300円のジェンスリーっていうのは球数が多いんですね。まあ、その以前にソフトバンクで売ってたっていうのもあって、まあ、その時も結構出てたし、まあ、しばらく使ったけど、やっぱ使わないやってことで、端末だけね、まあ、オークションに流してるとかっていう人もいるんで、割とよく中古とかね、えー、フリーマーケットサイトなんかではよく見る端末なので、まあ、1万円でもね、安いと思いますよ、それでも。まあ、7 8000で買える時もあると思いますけど、 まあなかなかね、まあ、保証もついてっていうところを考えると、まあ、1万円でショップで買えるってことであればそんなにまあ高くはないかな。むしろ結構お買い得じゃないかなと思います。で、あと送料なんですよね。1万円といっても送料かかるんじゃないのということなんですが、まあおそらくですね、これ、5500円以上の購入で送料無料となりますと書いてありますので、まあ、おそらく無料じゃないかなと思います。イオシスってね、ネットで買えるやつもありますけど、イオシスは あの、送料かかるんですよね。まあ、数百円ですけど、送料かかります。えー、ジェノについては一応5,500円以上では、送料もかからないということなんで、本当に1万円で購入できるということであれば、結構お買い得だと思います。で、このレノボの 300E の中古品が大量に売ってるということなんですが、これは他のショップさんだと思います。ノートストックっていうところのね、ツイートなんですけども、ここもショップさんですよね。中古ショップ屋さんだと思うんですが、ここでも、レノボの 300E、クローンブック、ジェン3、 え、1万円、同じ価格で売ってますので、まあ、だからおそらくどこかで大量に、まあ、出回ってるのかなと思います。で、大体1万円でつけてるんで、てか、まあ、ジェノが1万円で付けてるから1万円で付けてるのかもしれませんが、まあ、どっかが9000円で売ればね、まあ、みんな9000円になっちゃうのかもしれませんけど、まあ、いずれにしても、まあ、どこかで大量に出回ってる可能性があるので、今後、似たような中古パソコンショップで、似たような価格で結構出てくるんじゃないかなと思います。そういう部分で言うと、まだ購入できるチャンスはあるかもしれません。 それでは早速ね、実機紹介をしていきましょう。私は文教モデルのクロームブック結構好きなんですけども、その中でもこのレドボの300円の g e ン3はお気に入りの端末の一つですね。実は私、同じ端末をこれ4台持っております。これが本当にですね、クロームブック系 YouTuber の末路ですよ。同じ端末が欲しくて4つ買っちゃったりね。まあこれ、これ以外もね、2台持ってる端末が3台持ってる端末が結構あります。 まあそれぐらいですね、えー、私の中でも結構お気に入りの端末です。まあ、それはですね、まず文献モデルが好きだっていうところもありますけども、まあ、レノボの文教モデルは、割とキーボードのバランスが悪くないんですね。見ていただくと分かる通り、若干ですね、このバックスペースとかが小さいんですけど、割とこの小さいスペースに綺麗に並べられている方かなと思います。でエンターキーもまあ縦長になっていますので、この辺も含めて、 まあ割と悪くないんじゃないかなと思います。で、あとは、これはですね、こういうね、もちろん文京モデル、ミル企画対応なんですけども、まあ、ちょっとね、この辺のデザインとか見ていただくと分かる通り、いつも言ってますけどね、こう石みたいな、ちょっとしたデザインになってるんですよ。見陰石のね、墓石のような、まあ、デザインといいますか、少しこうね、白い模様が入っているような感じで、まあ、この辺もね、黒一色とかね、ちょっとグレーっぽいものに比べると、 いいいいくらかいいかなというとうころで気に入っておりますで私文教モデルねすごく好きなんですけどもまあ決してあの薄くてスタイリッシュでめちゃくちゃ軽いというものではありませんがまあかといってそんなに重たいものでもないしまあなんとなくこの重量感とこの質感が安心感があるといいますかねやっぱり薄いねノートパソコンだとまあ確かにスタイリッシュ持ちやすいけれども落とした時に 大丈夫かかなとかねあと手から滑りやすかったりね、薄いからね。まあそういう部分で何でしょうね、これね、子供の頃の図鑑みたいな重さとサイズ感なんですよね。これが意外と程よい重量というか、まあそういう感じで個人的には文京モデル気に入っています。わかります図鑑なんかこう動物図鑑とかあったじゃないですか。ああいう感じの 重さと重量。重さ、重さとこう持った感じのこう手にしっくりくる感じ、まあ。なかなかこのサイズがいいんじゃないかなと思います。はい。ちなみに重量はですね、1320g ということです。まあ、文教モデルの中ではあ標準的かなと思いますね。あと、このレレも 300E はですね、その l t に対応したモデルもあるし、Wi-Fi モデルもあります。それ以外にペンがついているものがありますね。こちらが、 あの内蔵ペンになっていて、これはね、差し込むだけで充電もできるし、まあ、USI のペンになっているので、当然ね、USI のペンとして利用できるんですが、たださっきのジェノの端末はペンとは書いてなかったんで、おそらくこの内蔵ペンには対応していないのではないかなと思いますね。 ペンに対応しているのであれば説明ページに書かれていると思うんですけどやっぱり結構、ね、メリットになりますので、まあ、書いてないのでおそらくこれは対応してないかなとただ LTE は書いてあるから LTE には対応していると思いますでこれはですねあのペンにもね、まあ、私のモデルはペンに対応しているので えーペンにも対応してるし、タッチにも対応してて、で、もちろん回転ヒンジで、えー、タブレット型としても利用が可能になっております。ディスプレイサイズは11.6インチの、これは分岐モデルではよくある16対9のディスプレイですね。で一応ゴリラガラスになっていて、ミル規格に対応してるので、どうしてもベゼルはそれなりに残っています。で私はフィールも貼ってますけど、実際はこれ光沢ディスプレイなので、まあ、割と映り込みはあるタイプかなと思います。まあ、反面ですね、ディスプレイの方は、 映り込みはありますけれども、まあ、非光沢ではないので、発色はいいですよね、視野角も悪くありません。えー、レノボの、ね、安いアマゾンで売ってる t n 液晶とかね、まああいう感じではありませんので、その辺は安心です。まあ、なので、映、えー、り込みが気になる方は、私と同じようにフィルムを貼れば全然問題なしです。で肝心な CPU はですね、AMD の 3015CE というものを搭載しています。えー、メモリーはですね、4GB です。 更新期限はですね、2031年の6月までということなので、まあ価格ね、まあ1万円ということを考えれば、まあこの辺は問題ないと思います。それではね、オクタンベンチマークやってみました。スコアの方は2万4000点シングルですね。マルチ12万2000ということなので、えー、最近ですね、私の動画でサブチャンネルとかなあ最近ですね、あのサブチャンネルをまた復活させたというか、 もう2年間ぐらいね、ほぼ更新してなかったんですが、ちょっとこれじゃいかんということで、改めてサブチャンネルもやっていこうということで、サブチャンネルも、 え、ちょっとね、動画を上げ始めていますので、興味のある方はぜひね、チャンネル登録の方をお願いします。基本的にはクロ r ブックの情報だけになるかなと。まあ、あと、たまに雑談とかあるかな。まあ、サブチャンネルなんで、まあ、自由にね、やっていこうと思いますけども、まあ、c h ブックの情報ね、上げていますので、えー、Chromebook に興味がある方はぜひサブチャンネルの等の登録もね、お願いをしたいと思います。で、そのサブチャンネルでね、今ちょうど Amazon のプライムデーセールがやっていて、コンパニオ5 2 0と、 えー、N の4500かな、えー、大体2体の端末が出てて、ね、価格もね、2体な価格があって、どっちがいいかっていうことで簡単な、えー、ベンチマークやってるんですけど、まあ、それと比較すると、大体コンパニオ520と一緒ですね。だからシングルだと N の4500よりも下、えー、コンパニオ520とは同じぐらい。で、マルチは、えー、コンパニオ520よりは下。ただ、えー、N の4500と同じぐらいっていう感じですかね。まあ、だから、あの辺のクラス、まあ、結局のところコンパニオ520と N4500 と、まあ、同等クラスの、まあ、性能なのかなと思います。まあ、世代的にも似たような、N4500 と似たようなあ世代じゃないかなと思います、ね。で、コンパニオ5200は、まあ、割と新しいですけど、まあ、なので、まあ、基本的にはローエンドのクローンブックです。まあ、でもそれが今ね、アマゾンで安く売ってるよって言って、 3万、2万、3万、4万とかで売ってるわけですよね。えー、それがまあ中古だけど1万円で手に入るって考えれば、しかも LT 対応だからね、えー。そこを考えれば、えー、中古だけど割とお買い得と思います。それでは次もね、ブラウザのベンチマーク、スピードメーター3.0やってみました。こちらはですね、 えー、その時のテストの結果から言うと、えー、多分 L の4500よりも下。ただ、コンパニオ520よりは上っていうね。またこれまた微妙なですね、えー、立ち位置になってますけども。まあ、だから、まあ、どんぶりの背比べといったところでしょうか。それでは、こちらも WebGL のベンチマークやってみました。えー、魚1万5000匹で30ちょっと下ぐらいですかね。だからこれもですね、N の4500よりは下かな。まあ、同等かちょっと下ぐらいかな。えー、コンパニオ520よりは上ですね。 えー、だから本当にももう何度も言いますけど,どんぐりの性比べてが似たような性能ただ、コンパニオ520よりは、まあ、いくらかね、ね、えー、性能がいいかなという気はしますけどね。マルチが劣ってるっていうこと以外は、えー、コンパニオ520よりは、まあ、いいかなと思います。ただ、コンパニオ520は、あの、バッテリーのね、省電力性能がいいので、 ま、あその辺はコンパニオ520の方がいいんじゃないかなと思いますけどね。それではちょっとブラウジング。アップルのページブラウジングしてみましょうか。比較的重たいし映像が多いので、ちょっとやってみようかなと思います。それで iPad。最近娘が iPad また欲しいとか言い始めてね。iPad Pro ですね。今持って、M1iPad 今持ってるんですけど。あ、まあ、でもまだ11インチって売ってるんですね。これは何 ?M2iPad なのかな えー、ちなみにこれいくらはい。まあ普通にでもブラウジングできますね。えっ、ー、と、11インチでいくら ?16 万 1000? <laughs> えな。<laughs> 買えねえやこれ。まあこんな感じで普通にブラウジングする分には特に問題はないかなと思いますね。はい。なのでそんなにね、まあ性能が高い Chromebook ではありませんので なんか重たい作業をするっていうこともないだろうし、まあ、そもそもクローブックなんでそんな重たい作業しないでしょうそういう部分で言えば、まあまあ、えー、タブをそれほど開かずに、まあ、ゆっくりね、ブラウジングしたり、動画したり動画を見たりですね、YouTube 見たりとか、まあ、それぐらいの使い方であれば、まだまだ使える端末だと思います。で、まあ、やはり文教モデルの、ね、弱点って、性能とかよりも実はこう画面の小ささとか、画面の解像度が低いことによって、まあ、若干狭いという感じあると思います。 これ実際エクセルとかですね、キャンバとかそういう作業すると、ブラウジングとかだとそんな感じないんですけど、確かにそういう書類作成、だからまあ Google スプレッドシートとかキャンバとかね、結構やっぱそういうの狭く感じるんじゃないかなと思いますね。Google スライドとかもそうかもしれませんね。まあだから、まあホームページ開くとそんなに、ホームページはやっぱこうね、まあ見てるだけなんでいいんですけど、やっぱ入力したりする、したりすると、割とちょっとそういうのが気になるかもしれないけど、それはしょうがない。あの物理的に小さいからっていうことなんで、まあでも一応、 大体こんな感じです。でこれ、解像度下げるっていうかね、これネイティブ表示なんですよ、デフォルトではね。だからもう少し広くすることはできます。えっ、ー、と、今これ、Yahoo ニュース見てますけど、一応これね、えー、コメントトレンドの3段目まで表示されています。で、表示はネイティブなんですけど、もう1段階だけ、えー、下げることができます。ということは解像度が少し、えー、上がって、こう、広く使えるんですね。そうするとこんな感じです。えっ、ー、と、さっきは、えー、3段目だったのが、一応、 ニュースライブというね、えー、もう一つ下の、何、えー、でしょうね、段落のところまで見えるようになりましたので、まあ、こうやってね、少し字は小さくなるけれども、まあ、小さく、まあ、広くっていうのかな、使えば、少しその辺は改善されるかなと思います。ただ、ちょっと字は小さくなりますね。で、先ほど、ちょっと頻繁よくわからんっていう話で、検索したけど出てこなかったみたいなことを言ったんですが、えー、実は私が持っていた、こちらのね、304台の中で、 同じ品番のやつがありました。まあ、なので、これはねソフトバンクの端末じゃないかなと思います。ソフトバンクから流れてきたのかな、まあ、おそらくソフトバンクで取り扱っている、まあ、ソフトバンクの端末というか、ソフトバンクで取り扱っていた端末と同じものだと思います。ということは、ペンは内蔵されておりません。こちらですね、えー、ダミーでこう蓋がしてありますので、これ、ペンのスロットは使えないものになります。これ、ペンが使えなくても、USI のペンには対応しているのかなちょっとその辺は。 確認してみないとわかんないのでせっかくだから確認してみましょうそれでは USI のペンに対応しているかというと対応していますねはい割とスムーズにかけますで最近ね前も動画で言ったけど、まあ、なんか中途半端な Windows のペン買うんだったら割と安い価格でこの筆圧に対応したペンと それなりにしっかり動く USI ペンが使えるっていうあのクローンブックの構成って悪くないんじゃないかなってちょっと最近思っていますもちろん iPad とかにはかないませんがまあ、もしペンでねなんかイラストを描くとか、まあ、そういう用途であればそれは iPad のがいいと思いますけどもまあでもそうでなければ割とクローンブックの本体でこうやって1万円とかで買えたりねするわけですよそういう中で USI のペンは4号線だと思いますが、まあ、それでこれだけのペン操作 書き心地が実現できるということであれば全然いいんじゃないかなって個人的には思いますけどね。はい。最高ではありませんよ。えー、iPad が最高だとは思いますが、でもそこまでいらないよという方にはこれで十分かなと思います。ということで今日はですね、えー、中古のパソコンショップジェノさんでですね、レノボの 300E Chromebook Gen3 ですね、LTE モデルが なんと1万円で販売をしていましたので紹介をさせていただきました。まあ、限定100台ということなのですいません、もしかしたらこの動画が上がる頃にはすでに完売になっているかもしれませんけれどももし興味がある方は早めにチェックされてはいかがでしょうか。 え、かつこれ LTE モデルらしいので、まあ、品番がそうでしたね。品番が LTE モデルだったので、まあ、LTE に対応して1万円のクローンブックって、しかもね、持ち歩ける文教モデルなんで、で、ペンにも対応しているということですから、割といいと思いますね。まあ、弱点としてはね、あの、言わなかったんですけど、type C が1個しかないんですよ。あの、こういった文教モデルは1個しかないもの、両側にタイプ C があるもの、まあ、そういうものあるんですが、このタイプについては、このモデルについては、 えー、左側に Type-C が1つしかありません。えー、もちろん Type-A とか HDMI とかはあるんですけども、個人的には今ね、Type-C、えー、でも映像出力ができるので、Type-C を2つにしてもらった方がまあいいんですけども、まあ、分岐モデルというところもあるのか分かりませんが、一応 HDMI がついているんですよ。まあ、これメリットと感じる人もいるかもしれませんが、個人的には Type-C2 つの方が Chromebook は使いやすいかなと思います。 まあそういう部分で、えー、残念ながら片側にしかタイプ C がないタイプになります。まあそれ以外は1万円だったら全然ありかなと思います。購入先についてはですね動画の説明欄にリンク置いてきますのでそちらの方から確認をしてみてください。 あと宣伝になりますけれども、最近サブチャンネル一応ね、やっていこうと思っていますので、まあ短い動画ばっかりなんですけども、逆にそんなにね、えー、この動画みたいにやたらダラダラと長くないので、まあ数分で終わる動画上げてますので、ぜひそちらの方もチェックをしてみてください。はい、今回以上です。